経営学部ビジネスエコノミス学科教授の照井信彦と申します。この学科ではビジネス分析に関する数理数量的な思考力と想像力を養ってグローバル経営時代に活躍する高度な専門性を持った人材を育成します。この学科で研究している分野は経済学、経営学、金融工学、統計学、データ科学などです。本研究室では統計学やデータサイエンスの研究を行っています。ネットワークとテキストデータの同時利用によるコミュニティ検出というものを研究しています。で、具体的にはですね、皆さんツイッター等をやってらっしゃると思いますけども、そこでは、自分がフォローしたりフォローされたりですね、それからテキストを投稿したりして、いろんな人とつながっていると思います。その時のネットワークのつながり方、フォローフォロワーのデータと、それからどんなテキストを投稿しているかというデータ、テキストデータを同時に解析することによって、ネットワークを拡散の中心人物としてのインフルエンサーを見つけたりですね、それから同じ関心を共有する目に見えないコミュニティを検出したりする研究を行っています。ツイッターの分析で紹介しました、テキストデータに加えて、画像や音声、動画などの情報がですね、人々のネットワークを介して人々の購買行動にどのように影響を与えるかということを研究室の皆さんと共に考えていきたいと思っています。三人よれば文字の知恵、相互の強みを共有して弱みを補い合える仲間を作る気持ちでゼミに参加してもらいたいと思っています。マーケティングやビジネスを数理モデルとデータを用いて考えることに関心が高い人、また合わせてですね、データをハンドリングするプログラミングが好きな人と言えると思います。ビジネスとデータサイエンスを融合して学べる東京理科大学経営学部ビジネスエコノミクス学科で共に学びましょう。この学科では主に4つの領域について勉強することができまして、データサイエンス分野と経済学分野と金融工学分野と心理学の領域について学ぶことができます。その目的として社会の動きに沿ったよりリアルな分析を行えるという目的があります。それを学べることがこの学科の魅力だと思っております。私は特にデータサイエンスの分野に魅力を感じていまして、その分野の魅力というのが自分の予想とは違う事実が見えてくるというところだと考えております。2年生の後期の経済データ分析のグループワークがきっかけとなっております。企業からいただいたデータを使ってグループで分析するという PBL 型の授業を取っているんですけれども、私はそれの授業で初めて自分たちで考えて分析をするということを行いました。その際にいくつか仮説を立てて、こう関係がありそうなデータについて予想したりしたんですけれども、全くそれとは違うような結果が出てきて、その結果が出てきた時にこの分野の魅力はここにあるんだなというふうに感じました。1年次、2年次、3年次、それぞれ違う分野、毎年やることが違う、いろんなことを学べる、そこに面白さがあると思いますし、就職活動の際もこの学科、ビジネスエコノミクス学科って何をやる学科なんだろうって、すごくその企業さんも気にされてるみたいで、こういうことをやるんですよっていうふうに説明すると、あ、それ面白いねっていうふうに言っていただけたり、本当に自分で言うのもなんですけど、うちの学科はすごく面白いと思います。自分の得意科目が結構理系科目なことがあって、経済をより理系的なアプローチで学びたいと思って、経営工学系統の学部をいろいろ見ていく中で、多少経路は違うんですが、このビジネスエコノミクス学科を知り、その特徴として経済ではあるんですが、よりビジネスっていうものに重きを置いた学科であったので、そこに魅力を感じて志望いたしました。もともとマーケティング分野に興味を持っていたことがまずきっかけの一つとなっております。そこからさらにいろいろな学校と学部とか学科を調べていくにつれて、データサイエンティストという職業について紹介してもらって、このマーケティングというものをデータからの視点で学んでみるのも面白そうだと思い、ここに決めました。
研究室の紹介の際に先生が言っていたビジネスとデータサイエンスの融合というキーワードに興味を持ったからです。もともとその学科を選択した理由にも通じる部分があって、それでこの研究室に決めました。私も大体似たような理由でゼミ説明の際に照井先生がいろんなお話をされたんですけれども、その中でシステムの構造をブラックボックス化させてはいけないという話がありまして、実際の現場ビジネスの現場の話も合わせてされたんですけれども、分析を行う分析者はもちろんブラックボックス化させてはいけないですし、その周りの人にもこのシステムってこういうもんなんだよ、こういうデータを入れたらいいんだよ、逆にこういうデータ入れちゃいけないんだよということをしっかりと伝えることが目的であるというようなお話がありまして、そこに魅力を感じたため照井ゼミを志望しました。携帯電話の大手三大キャリアのレビューのテキスト解析というものを行っております。具体的に使用している手法はワードクラウドと狂気ネットワークというものです。どちらも視覚的に結果が分かりやすい手法となっております。私はゼミでいろんな分析手法を学ぶ中でコンジョイント分析という分析手法がすごく面白いと思ったので、それについて勉強しています。データの取り方がちょっと特殊なんですね。だいたい他の分析手法の場合、この商品どれぐらいの価値があるのかっていうのを数量的にデータを取るんですが、コンジョイント分析の場合データを取るときは順位でいいんです。なのですごくそのデータを取る際被験者がすごく楽なので、それがコンジョイント分析の特徴でもありますし、僕もそのデータを取る際の被験者の負担っていうのはすごく気にしていたので、被験者の負担とデータの質っていうその両方を満たせるコンジョイント分析に魅力を感じました。4年生で就職をしたので大学院に行って研究とかはしないんですけれども、企業の中で私は IT 企画という部門に入ることになっているので、IT 企画の一員としてお客さんファーストの前提なんですが、UI UX だけでなくてそのシステムを作ってくださる開発者側の方も含んだったり、あとはシステムの作りやすさ管理のしやすさっていう部分にも目を向けてシステムを構築できる人間になりたいと思ってます。データサイエンティストとして幅広い業界の分析に携わりたいというふうに考えています。私は就職活動をしていくにあたってかなり幅広い業界について調べていろいろ比較しながら考えていきました。もちろんそのビジネスエコノミクス学科からも様々な業界に進む人が多くて、選択肢が多く取れるからこそ悩んだ部分もあったんですけれども、データ分析について学んできて社会人としても続けていきたいというふうに思ったので、データサイエンティストの系の職業に就くことに決めました。受験勉強はすごく辛いこととか大変なことが多いと思うんですけれども、悩みとか困ったこととかは自分一人で抱え込まずに、ぜひ周囲の頼れる人に相談して乗り切ってほしいというふうに思います。これを見てくださっている皆さんというのは自ら情報を得に来るすごい行動力のある方々だと思います。本番の試験でも自分が培った力っていうものをしっかり出せるようにしっかり出し切れるということを祈っております。頑張ってください。